さあやっていこうか。 HP1000! あらまあ強いこと。でもね、でもこれどうだ、 HP1000 で足りるかお前。キモイさんミス576。あーこれはそうか、これはダメだ。じゃあ続きやっていくか。どうもこちらレイです。ということで前回ね、もうメイドの嘘を暴く証拠が全て手に入りました。前回の私、なるほど龍一でした。はい、やっていきたいと思います。こいつかな、多分こいつだよね。さあ、まあ全員か。さあ、一生タイムといきますか。ねえ、犯人は分かったの？いろいろ聞き回ってるけれど。ああ、はい。今から順を追って説明します。ここの当主様とは必要以上に親しい。連絡のやり取りを頻繁に行っていたメイドがいたのは確かですね。そのメイドって？左手の手の甲に赤い雲のタトゥーがある方。このタトゥーはこの町の近くにあるスラム街を拠点として活動するギャングのものです。ギャン、つまり当主様はギャングとつながり取引をしていた。あそこのギャングのリーダーはお金さえ払えば何でもやりますからね。今回パーティーのメイン黄金の秘宝もギャングの力を借りて手に入れたものだと思われます。そのメイドですが、あなた方のメイド服を着ていた。この形のメイド服を着ているのはあなた方4人のみと伺いましたが、正しいですか？ええ、そうですよ。ご主人様多趣味なので、いろんな種類のメイド服があるんですよ。一回殴ろうか。犯人関係なく一回殴っていいか。多趣味、メイド、猫耳、変態？まあまあ、変態ではあるな、多分。なるほど。ありがとうございます。そしてこちらにあるメイド服、こちらのポケットに宝石が入っていました。大きさなどからかなり値打ちのあるものでしょう。そしてこちらが当主様が書かれたと思われるメモ。今日もありがとう。またあそこにあれを置いたよ。こちらは当主様の字で間違いないでしょうか？ええ、確かに。ああ、間違えた。ええ、確かに。この癖のある艶やかな字はご主人様のものだわ。え？てんてんてん。このメモのあれとは内容から見るに報酬のことでしょう。このメイドとはよくやり取りをし、その謝礼に報酬を送っていた。その報酬がこのメイド服に入った宝石とすれば、ここまでの話がつながるかと。てか待って、なんか俺スッと受け入れてたけど、もらった宝石メイド服に入れっぱする？まあまあ住み込みとかだったらわかるけど、もうちょっとね、もうちょっとわかりやすくしない？で、そのメイド服入ったクローゼットの鍵もさ、テーブルの下無防備すぎん？ちょっとバカですね。ひとまずそれで結局そのメイドって誰のことなのよ。そうよ、結論から言いなさいよ。このメイド服を着ている4人の中、そしてこのサイズを着用しているのはポニーテールの方、そしてボブカットのお二人のみ。え、私は違うわよ。私だって犯人じゃないわ。多分一番右だろうね。だってタトゥーも見つからなかったでしょ？はい。しかしこういったものは見つかりましたよ。そこでメモバーン！あ、それってさっきのメモの続きとかです？そうですね。先ほどは当主様のものでしたが、秘宝を手に入れた。謝礼はまた後日リーダーと。こちらは相手のメイドのものです。犯人がお二人に絞られた今、どちらかが書かれた字かは容易にわかるのでは？これ、あんたの字じゃないの？そうですよ。これあなたのじゃないですか？ということで、というわけで、犯人はあなたで間違いはないでしょうか？でも、タトゥーが、先ほどは言いませんでしたが、ファンデーションなどで隠している可能性もありますよね。クレンジング料なら、私のポケットの中に入ってるわよ。どうします？試してみますか？そうよ。私よ。何？一緒にいたくらいで猿みたいにわめいちゃって。本性暴かれた途端それ？
やっぱマスオさんリスペクトではあるよね。うん、俺かそれは。ちゃんと処分しとけよって言っておいたり残してるなんて、あいつの頭の中も猿なの？ひわー、顔怖い。あんな柔らかなモヒカン男興味ないっての。うちのリーダーの方がよっぽど男前だわ。あんたら趣味悪すぎよ。なんですって？犯人が分かったところでもう一つだけ。これ当主様に渡していたお薬のようですが、調べたところ内容は毒でした。これは一体どういうことですか？ああそれ、リーダーに渡せって言われて毎日モヒカンに渡してただけよ。最近入金が滞ってるみたいだったし、そりゃ毒を盛られても文句は言えないんじゃない？ギャングっぽい発想が、すごくギャングだ、文句は言えないんじゃないっつってね。本当にギャングの仲間なのねあんた。あ、間違えた。本当にギャングの仲間なのねあんた。怪しいとは思っていたのよ。掃除も洗濯もろくにできないわ、歩き方も下品だわで、まあおまけにはな、口遣い言葉遣いも悪かったもんな。はあ？便所とか臭くてなんぼでしょ？服なんて同じの着てればいいっての。すごい言い争ってる。うん、エフィーナちゃん結構ツッコミ役なんだよね。ま、ギャングと関わったらろくなことにはならねえってことだな。でもあの人嘘だって認めたから、これであの怪物を食べられるね。あの目玉の。ま、頑張れよ。さあ、中ボス戦なんじゃないですか？ここから。いいね。楽しくなってきた。許せないわ。ギャングだなんて、怖いです。この、危ない。普通に放送禁止用語だったか？あーん？すごいな。やっぱ、キャラクター VC 練習用なんだよな。一回話しかけるか。だんだんと増えて固まって、ぐぬぬ。ああ、取れないか。これ、どうやってここは通ってきたの？戻れそうにない。すごくない？こっち通ったのはどうやって通ったんだろうね。まあいいか。さあ、中ボス戦っぽいかな、これは。今、装備が最強だから、ちなみに。まあこれ見ていただくとわかるんですけど、アタック527。アタック520。もうこんなんね、正直負けないと思う。けど、これさ、本当にチート能力なのかっていうのが俺気になってて、あのさ、さっきのさ、ストーリーのさ、進める段階で、結構その、あの部屋に入ったじゃない、その伝説のナイフとかを手にした、伝説のクッキーを手にした部屋に結構入ることあったから、結構これやっぱみんな手にしちゃうと思うんだよね。だからこれなしじゃないといけない中ボスなのか、本当にチート能力なのか。この二択だね。さあやっていくか。うう。さあやっていこうか。 HP1000! あらまあ強いこと。でもね、でもこれどうだ？ HP1000 で足りるか？お前キモよさミス576。あー、これはそうか。これはダメだ。これダメかもな。レベル上がった。これちょっとダメかもしれん。ファイヤーいつも通りだね。うーやだ、もう二度とこんな形の嘘食べたくない。これ多分ラスボス HP 確か6000とか3000とかって気がするんだよな。あー、なるほど。そうかちょっとやめようかな。全部食べてないがいいのか。ドロドロを作れなくなるまでには食べたからね。もう食べたくないから、うえ、許して。ほら、甘いもんやるから口直ししとけ。あ、プチシュー。はい。ということで、嘘は食べきりましたということですかね。オッケー。で、これ上もう通れるようになってんのかな。ちょっと一旦ちょっと装備変えるか。これちょっと伝説のナイフやりすぎだな。さすがにギザナイフと大嘘つきとかでいいか。まあ、こんなもんでいいでしょう。で、伝説のクッキーやめて、鼻メガネかな？一番強いのは。伝説のクッキーじゃなく、まあ、そうかな。あ、やべ、解除しちゃった。オッケー。
まあこんな感じでちょっとやっていこうかなと思います。まあちょっと縛りプレイってわけじゃないけど、さすがにねサクサクパンダすぎるとサクサクパンダがびっくりするんで、うちにいるサクサクパンダがねちょっとびっくりしちゃうから、ん？なんだ？あ、朗読か。ちょっとね、まあこれぐらい苦戦してちょうどいいでしょうということで上に行きましょうか。さあこれ屋上かな。あれ？どうした？またドロドロになってるな。また戻れそうにないね。進むしかないな。ありがてえ。わかりやすいすー。怪盗バトルーイ。やあ、また会ったね。調子はどう？兄さん。やっぱそうだよな。さっきもだが、一体何なんだ？これ過去のね、あの一番右にいたよね、こんなアホゲー出てるやつ。いたいた。俺に兄弟なんかいない。お前の兄さんなんかじゃねえぞ。へえ、本当に忘れてる？あの時と比べて僕がだいぶおしゃべりになったからかな。あれから随分時間が経ったよね。ならこうすれば思い出せるんじゃない？お、おい、素顔が？素顔が？出ないんかい？あ、出た出た出たわ。ムービーで出るんじゃないんだね。出たわ。これあれか、もうライト3にしてようやく主人公男の子の過去がね暴かれていきますね。楽しみです。てんてんてん。あら、イケメンピーヤじゃないですかね、てお兄さん。お前シリルか？シリル、ほうほうほう。あっやっぱりちゃんと覚えているじゃないか。そうだよね、イーノス兄さんのことだって覚えてるみたいだったしね。お前ら最初からグルだったのか？さてどうかな。どっちだってもう兄さんには関係のないことだし。裏切り者。何も言う気はないみたいだね。まあいいけど。そっちのドラゴンの子大丈夫？随分と聞いてるみたいだけどさ、うまくいきすぎて怖いくらいだな。力の制御がうまくいかないのって。うん、初めて会った時耳鳴りのようなものしなかった？君の力を不安定にする超音波を出したんだ。ここまで嘘が溢れているのは人間のせいだけどね。ああ、だからこんなにあの怪物出すのに苦戦したのか。なるほどね、超音波のせいか。お前の目的は黄金の秘宝じゃなかったのか？こいつの力を不安定にしてお前に何な得があるんだ？一応怪盗だからさ、宝はちゃんと盗まないといけないだろ。これ偽物っぽいけどね、見て分かんなかったのかな。裕福なやつは見る目がないね。嘘だったんだ。普通に偽物だったんだね、その黄金の秘宝も。今回はお宝がメインじゃないんだよ。あの時俺を恨んでるかって聞いてきたよね。てお兄さんは察しがいいからもう気づいてるんでしょ。嘘をつくと取り憑かれるだっけ。なんでてお兄さんは疲れないのかな、まあ、取り憑かれないのかな。その嘘にまた嘘を重ねてあやふやにしているのかな。嘘にまた嘘、つまりはごまかしているだけだ。いつ崩れてもおかしくはない。大丈夫だよ、僕が手伝ってあげるからさ。ここで戦うの？ねえ待って、伝説の装備にしてくればよかったかも。まあいいか、まあいいか、まあいいか、まあいいか。連続の中ボス戦来たね。あ、ちょっと待って、BGM は結構のんきだな。さあさあさあ、もうここは本気でやっていきますか。トリプルナイフとかも使っちゃっていいね、スキル。これね、ファイヤーよりアタックの方が強いんじゃないかな、エフィーナは。力貯めてる？おい、強強強。ああ、エフィーナの物理あんま効かないな。シドのナイフはもうこれちょっと、使っていって、これ小さな嘘で、ね、SP 回復だよね。そうだよね。さあさあさあ、まあこれナイフでやっていきますか。とりあえずエフィーナもじゃあファイヤー。バタフライエフェクト。バタフライエフェクトで攻撃は何？一旦何？あの、そこら辺の石蹴って、その石が転がってって、階段、転がってって人の頭にぶつかってカツラに当たってカツラが取れ
バタフライエフェクトじゃ攻撃できないと思うけどな。どうなんすかねそれは。まあじゃあ一旦ちょっと小さな嘘ついて回復。フィアのファイヤーどれぐらい食らってた？ああま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 あ40だったら別にいいか。どうだろうな。まあトリプルナイフとファイヤーで削り切っていこうかな。そんなにパワー強そうじゃないから。うんうんいいね。次のこれはどうしようかな。もうナイフでいいか。ナイフと、ああもうファイヤー打てないか。まあアタックでいいかな。そんなにバタフライエフェクトもそんなに攻撃力高そうじゃなかったから、ああ大丈夫そうだね。大丈夫そうか。待って、シドウこれ次力ダメやられたらワンチャン落ちるか。まあまあでもエフィーナに対して全然攻撃当てないな。怪盗優しいんだか優しくねえんだか。じゃあな、終わりだ。よし、まあまあ結構強かったね。まあでもこんぐらいが正直ちょうどいいね。うん、あんまりにもこうテンポよく行きすぎるとあれだから。あ、レベル2上がった。でかいでかいでかい。レベル2上がった。いいねフィーナも。ん、この超音波、おいまたか。お前逃げる気か。なんだギャング様がこんなガキのたまり場になんのような。お、これ過去だね。絶対帝王の過去だねこれ。こいつらが銃を盗んだ。おいさあ、何のことだか。う、人違いじゃないのか。捕まったんだね。確かギャングっていうか、なんか、そうだよね、争いが起こってて、そっちのその、どっちか片方の方に、ザル警備だから10倍に行こうぜ、つって3人か4人かで行ったんだよね。そう。で、多分捕まっちゃったんだ。で、テオが駆けつけたと。やべえよ。今までに盗んだのもバレてんじゃん。どうしよう。殺されちゃったりするのかな。この子だよね多分。うん、今の回答は。いや、やめろってそういうこと言うのな。でもすごく怒ってるし、相手はギャングだよ。なら俺がそのリーダーと話をする。3人か、テオ以外は。だからこいつらを一旦ここにいさせてくれ。逃げねえよ。この辺りはそっちの縄張りだろ。逃げ場なんてないさ。俺たちのミスなんだから俺たちも来なくていい。ここで待ってろ。一人で抱えるねテオは。テオ兄は、めちゃくちゃボロボロやん。どうしたテオ、マジそんなボロボロ。てんてんてん、シドが嘘に取り憑かれてる。シド触るな。いいか、これ以上近づくんじゃねえ。脆いもんだね。さ、あと少しかな。そのための時間は稼いであげるよ。どっか行っちゃった。フィーナだけじゃちょっと心細いかなって思うんですけど。あれ、シドは？一人ぼっち。嘘つかれるの我慢してたのかな。守るって約束。した。助けに行かなくちゃ。いい子だよ。ひぃ。でも一人だ怖いよね。怖いのはやだよ。シド。お前シド、こんなエフィーナちゃん置いてどっか行くな。お前絶対。可愛いな、エフィーナちゃんだけだと。さあ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 。ということで、中ボスも倒したところで、今日はとりあえずここら辺にしておこうかな。回復だけしちゃって。オッケー。今回はとりあえずここら辺にしておこうかなと。思います。いやー。まあまあ、ストーリー結構進んだんじゃない？中ボス戦2回やったからね。うん。まあ結構進んだと思います。ありがとうございました。